これから議論していただくのは、棚田に生きる池田努さんの作品で、写真集棚田に生きるより、5点を抜粋した作品でございます。なんだろう、締め飾り？締め飾りの、うんうん、締め飾りの下がってる紙だね。そうですね。語弊をつけてるところですね。語弊ですか？あの人の白い紙がですね。ええ。語弊って言うんですか？なんかあの、藁の間に挟んでるんですね。はい、そうです。そうですね。はい。二人でやってるんですよね。え？お二人でやってるんですよね。三人です。三人ですか？はい。目が見えませんけど。あ、なるほど。はい。三人います。よりをほどくようにして間を空けてるっていうのはなかなか大変なんでしょうね、はい、これね。それじゃあちょっと、じゃあ先にこれを見ながら説明していただきますけれど、はい、川のないところに棚田があるんですよ。長崎県内の、あの長崎向こうの近くなんですけれど、山に、はい、あの斜面にですね、山の斜面に、川のないところに水田がある。棚田があって、それをその水源は何かというと、やっぱため池なんですよね。いくらも数多くため池があって、したがってその集落全体が棚田で、水筒を作る人たちの集落というのがありましてですね、集落で力を合わせないと、この棚田で生きてはいけないというふうな、生活環境というか、そういう条件があってですね、これは、この画面は、年頭というか、正月にですね、初馬というのが、これ、地方にもあると思うんですけど、その時の場面ですけれど、まあ、ここで集落の、なんて言いましょうかね、絆というのを、はい、なるほど。その他に五穀米ほどいろいろありますけれど。これはそういう神社の祭礼の、いわゆる無病息災の祈る集落の人たちとの絆、合わせて絆を、そういう意図があって、表現として使われたって、そういうことですよね。はい。ご意見のある方おりますか？とりあえず、次の作品に移動します。池田さん、どうぞ。これは、いわゆる棚田で、そうですね。田植えをしているところなんですけれど、今はほとんど機械化というか、機械を使って田植えをするんですけど、100% やっぱり、機械によって田植えはできないんで、その、好ましくないところにですね、いわゆる、さなえが抜けているところをですね、捕食するんですね。その状況です。いや、なかなかあれですね、工作するのは苦労があるような棚田ですよね。棚田では収穫量というものもですね、やっぱり、山間平野地と違ってですね、収穫量少ないし、その上に手がかかると大変な、あれだと思います。なんか、あぜが細いように感じるんですけども、そうでもないんでしょうか？池田さん、5点について1点ずつちょっとご説明していただいて、5点全部見ながら感想をお聞きしたいと思うんですよね。はい、わかりました。お願いします。これもやっぱり集落の団結しているような様子なんでしょうか？はい。はい、これは、ため池の、水を使う線に先立ってですね、祈願祭をやるんですね。今年も無事に、稲作ができるようにと。なるほど。これ、ため池にですね、ため池のメンテナンスをやって、集落の人たちが集まって、今年も無事にという意味でですね、祈願をしているところ。その手前がですね、やっぱり集落の人たちの足はですね、足と、それから交通手段とですね、物を運ぶ運搬手段が今は、
ケイトラ四輪四駆です。それしか行きません。ああ、そんなに上なんですか。はい、そういう意味で手前側に、ケイトラが入ってます。ああ、なるほど。これは肉のケイトラでは何の役に立てません。四駆であって初めて役に立つと。あ、そんなに厳しいんですか。はい。そういう場面ですね。はい。はい。じゃあ次に参ります。はい、お願いします。これはですね、稲刈りをして、掛け干しをした後ですね、落ちてないか、落ち穂がないかということですね。あのご夫婦二人で、待ってるところなんですよね。なるほど。ミレの棒、あの、落ち穂拾いとはちょっと意味が違います、ね。ああ、そうですよね。米はやっぱり88回手はいりますよと。うん、一粒落ちてでも同じように、あの、88回手を打てて、そういう意味でしっかりと、見回って、落ち穂拾ってるところ、ね、そういう場面です。はい、わ、はい、かりました。はい、表紙の作品ですね。はい、これは掛け干しをしている お二人ですの姿です。手前がその今刈り取った掛け干しをする稲を手前側にフレームして、こういうね、はい、そういう場面です。はい、あと意見をお願い。この5枚の作品は、まあ、抜粋なんですけれども、ここから感じるところのご意見をお願いしたいと思うんですが。小林さん、ご意見ないでしょうか。はい。僕、1枚目、2枚目の写真ってとても、ドキュメントの映像では全体としてはあるんですけれども、非常に写真的にも、なってんだろうな、美しいというか、そういう写真になってるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、1枚目の写真などはね、2人の人が手をこう合わせて、その、しでとかっていうんですかね、こう垂れてるやつをね、それをこう結んでるところなんでしょうけども、それがなんかこう、ちょっとこう、まんじのような形になっていてね、そうなんですね、ですね、それがなんかとても面白く感じますし、その左の人の顔と、その、手の部分がですね、ちょっとこうわずかに空間空いてるんですけども、そこの空間がとても生きてるんですね、この写真。なるほどね。そんなふうに思いました。2枚目の写真っていうのは、なんかこう、よく見ると、その棚田の中にこう植えた稲っていうのが、まるで京都の枯山水のね、砂と砂利でできたような、そういう造形的な美しさっていうのを感じさせるような、そんな写真になってるんじゃないかなと思いますね。特に、奥にこうポツンとこう人が田植えしているところ、その映り込みだとかっていうものがあって、なんかこう、一つのこう情感点かな、その里山の情感みたいなものを感じますね。そうですね。とても素晴らしい写真じゃないかなって思います。やっぱりこの集落の人がみんなで協力しなければ、成り立たないっていうことを、この、池田さんの表現の中から感じますよね。一軒だけでは立ち行かない。みんなでやっぱり協力して初めてここの棚田を維持できるんだっていう、そういうその表現っていうのは感じますね。渡辺さん。はい。いかがでしょうか。もうこの5枚を見れば、この棚田の世界っていうのはもう明らかにわかりますよね。はい。ですからもう、そつなく、この人物像、あるいは地形、いろんなもので、狙い目を定めて撮ってるんで。ただもう一つ、いかがでしょう。これ皆さんにもお伺いしたいんですが、まあ、一種のドキュメントなんでしょうけども、私の見たドキュメントっていうのはないもんでしょうか。私と関わったドキュメントって言うんですか、何かそんなものもあっていいのかなと私は思いますけども。なるほど。ただこれを拝見いたしますと、もう、ヒューマニズムの頂点みたいな写真で、どなたからも好かれるし、そういう写真であることは間違いないんですけども、
現実と私との距離、そんなものを何か一つのドキュメントとしてあってもいいのかな。まあ、これに限らずですけどもね。はい。なるほど。まあ、そういうのはドキュメントというかどうかわかんないんですけども。うん。それでは、山崎さん。もうちょっと、私の棚田のイメージってもっと厳しい状況の棚田なんですが、だからこれを見ると非常に恵まれて整然と綺麗に作られすぎてるという感じがしちゃいます。うん、まあ、私の田舎なんかもえらい山村で、棚田ってやっぱり平地に作れない分、山だというか、山を削って、田んぼ作って、うん、これため池じゃなくて山間流れてるこう水を引いていくんですけど、はいはい、やっぱり冷たくて、うん、入り口あたりはほとんど稲が育たないと、うん、で土手なんかも非常にちょっと人が歩けば崩れるという感じで、うん、非常に厳しい中でこう棚田を耕してる感じを見てきたもんですから、ちょっと綺麗すぎる感じが、うん、もうちょっとその棚田を作ってる人の苦労というか、なんかあるんじゃないのかなという、うん、なるほど、そういうのがこう映像としても出てくれば、うん、もっと違った感じなのかなという感じがします。よく新潟の、あれですね、山越とか、うん、松の山、はい、あの辺の棚田っていうのは地形的に崩れやすくて大きい田んぼが作れないんですよね、うん、だからそういう厳しさっていうのは樋口さんなんかよくご存知じゃないですか。そうですね、やっぱり今国で、うん、できるだけ田んぼはみんな協力して広くしてっていう典型みたいな棚田になってて、うん、これも全部機械でね、うん、田植えして機械で刈るようになってるから、うん、まあ、新潟あたりだと、もっと小さいのが残ってるところもありますけれども、肝心なところはここの写真のように大きな棚田になっちゃったり、風情がなくなったりします。それからちょっと気になったのが、まあこれは撮った写真は素晴らしいんですけど、実際にこの棚田の何ですか、さっきあぜがすごい細いですよね。だからこれもそれからその壁も、この何にも植わってない、これ除草剤かなんかやってないと、農家の方っていうのはこのあぜの脇の草を刈るのに一年中こう刈ってないといけないんですね、うん、それでそういう意味でこれなんかあぜは補強してあるのかなって、これ、まあ、先ほどお話では九州の方でしたっけ、うんうん、みたいなんで、やっぱり場所によってやっぱりそれぞれ違うなと、うん、これなんかすごい一粒の種稲でも残さずにという左下の写真みたいに一生懸命落ち穂を拾う感じなんかはすごいなんかいいなっていう感じはしますね。棚田はちょっと新潟と感じが違います、うん、いわゆる越峠なんかの棚田とは形、うん、ね、あぜも違うみたいです。うん、分かりました。そう、ちょっとお聞きしたいんですけど、下の2枚っていうのはご夫婦なんでしょうか。ご夫婦、そうです。お通りです。ただつづましくて、でそれをもう一度ちょっと私に聞いて、すごい大きい田んぼだなっていうのが印象あって、佐藤さん最初こうあぜ道が細いって言うんだけど、逆に田んぼが大きいからあぜ道がちっちゃく見えるんかなっていう感覚で見てたんだけど、うん、実際あぜ道って細いんですか。田んぼはちっちゃいですよ。そうなんですか。はい。じゃあ写し方ですね。あぜ道はそうですね、相対的に一般にあるようなあぜ道じゃないでしょうかね。これこの田んぼはどちらかというと江戸時代に構築されたもう池と一緒にですね、作られた棚田なんですけれど、ただですね、ここで稲作りをずっとされている方がですね、この写真に写ってる通りにですね、年配者なんですよね。若い人がいないと、後継ぎがいないねというのが一つの懸念材料ですね。
これがいつまでこのような状態がですね、続けられるかということを、現にですね、相当もう離れ、もうお辞めになられた方も結構おいでになりましてですね。そうですよね。池田さん、写真集を作るにあたって、はい、どのぐらい年月をかけたっていうか、かかったんでしょうか。年月は、5年以上ですね。ああ、そうですか。はい。この画面に出てない、この写真集の中にはですね、例えば、いろんなそのレクレーションっていうか、うん、そういうとか、最近はイノシシの問題とかですね。ちょっとそれは出てくるんですけどね、いろいろ制限があったり、それと年配であって、そう行動ができないとかですね、そうですね、春先、ちょうど今頃なんですけれど、農薬をやらないとこれもできないとか、このため池をですね、何年かに1回干し上げてですね、ヘドロを外に出したり、そこ、湖の底をですね、天日干しをして水質を保つとか、まあ稲の原料ですから水はですね、まあ、そういういろんなところがあってですね、大変で一年中大変なんですけれど、そうでしょうね。それに匹敵するようなですね、年収の問題がやっぱり懸念材料になってますですね。そうでしょうね。はい。まあ、そういう意味で、この、なんていうか、現状の守っている棚田の姿というか、その人たちの姿をですね、後世に残そうというふうな私の意図で、こういうのを作り上げて、また次のステップでですね、補充というか、拡張を図っているところなんですね。そうですか。はい。本当に離れ、全員が離れられるということはちょっと考えられませんけど、だいぶ少なくなってきましたので、そういう姿も、本日に参ろうかな。福田先生、どうでしょうか、感想など。私ね、池田さんの写真集をみんな見てるんでね、今日はちょっと池田さん、辛口でよろしいですか。視聴者の皆さんのために辛口でよろしいですか。辛口がいいですね。甘口はちょっと。私のね、そのドキュメンタリーであるっていう前提に立ってのお話なんですが、1番と2番を除くと、3、4、5に関しては、村役場が作った棚田のパンフレットの写真じゃないかなっていう感じがしちゃうんですよ。それでね、実はこれ写真集なんで、これじゃない写真がいっぱい入ってるはずなんですよね。ですからその中からこの5枚をピックアップして、そこでなんだかんだって言って決め事を言うのはちょっと違うなって感じがしちゃうんですが、例えばね、今説明を聞いたから重々分かったんだけれど、例えば3番の写真だったら、その水がとても大事で、この用水路での縁で、その要するに神事をやってるっていうようなことですよね。で、手前に軽トラック入らないんでトラックが入ってるって、そういう意味からしたらね、要するに、水面をもうちょっと大きく見せてやったらいいと思うんですね。水面の状態に対して、この村人が集まって、祈ってるっていうような感じが必要じゃないかなと。で、私一番もったいないのは、この下の落ち穂拾いなんですよ。この落ち穂拾いのこのテーマでこういう状態があって、それですでにもう稲刈りの終わった田んぼに、腰をかがめて落ち棒を拾ってるって、このシーンが、まあ、池田さんであればね、まだまだね、いろいろ撮れたんじゃないかと思うんですよね。うん、これはね、やっぱりね、要するに、刈った後のね、その稲のこの後をこう手前にフューチャーしながら落ち棒を拾うっていう、その、まあ、未来じゃないけれどね、その、なんか、とっても素晴らしいロケ、シーンなんですよね。これはなんかそういうふうにできたんじゃないかな。っていう感じがちょっとあるんですよね。それでさっきどなたかが棚田をよく表現されてるって言ったんだけど、これ全体見て棚田だって分かる写真は上の真ん中の写真1枚だけですよね。うん、あとは農業風景ですよね。うんうん、それで一番最初の写真は池田さんがおっしゃったようにね、共同作業だっていうのを非常にそのシンボリックに手でね見せようっていうね、それがもう痛いように分かるんでね。
これはあの、OK というような感じなんですよね。ですから、あの、まあ、他の写真を見ないで、あの、論ずるのはちょっといけないかなって感じがしてるんだけれど、あの、この私は落ち穂拾いのシーンが池田さんだったら、これの10倍ぐらいの力強い写真ができたんじゃないかなっていう感じがしてしょうがないんですよ。うん、この落ち穂拾いはもったいなかったっていう感じがするんですよね。なるほど。池田さん、感想の一言どうぞ、はい。いや、ありがとうございました。あの、次の補充版の方で、ぜひ今の今日いただいたコメントは反映させていきたいと思ってます。まだ3年かかるか、あと2、3年はかかるんじゃないかなと思ってます。まあ、一つの作品集を作るのにやっぱり10年ですね。なるほどね。あ、10年スパンを一応考えてますので、これは5年スパンの、まあ、中間報告というか、そんな感じでまとめました。あと5年間、いろんなものを、要するに、体に常時する人様ですね、人々の裏側をやっぱり撮りたいなということでですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。